練馬城とは、現在の東京都練馬区高山にあった室町時代の日本の城である。追記年代は不明であるが、14世紀末頃に、豊島市が石寺以上の市場として築いたものと考えられている。また、この城にはかつて、矢野将軍というものがいて、矢野屋敷、矢野山城とも呼ばれていたという。その他、エビナ左近というものが後にこの地、または、 北側の谷に今日構えた、との伝説も残されている。なお、豊島明治の書き立てには、豊島一族のものとして、練馬広子、練馬矢次郎の名が記されているが、この人物と練馬城との関係はつまびらかではない。2020年8月31日に閉園した遊園地、豊島園は、当初遊具を備えた、城市公園として開園されており、その名は、 豊島市にちなんでつけられたものである。豊島市は文明8年に勃発した長岡毛春の乱において長岡毛春に同調して山内、大木谷両上杉市と戦った。この乱において両上杉方の江戸城と川越城の間に位置する練馬城は近隣の豊島市の城である石神城と共に両城の連絡を遮断する役割を果たした。 翌文明9年4月13日、大木谷上杉氏の火災、大田道館は、江戸城を出発し、練馬城に矢を打ち込むと共に周辺に放火した。これを見た練馬城主の戸島康明は、百字以上にいる兄、安常に連絡を取り全軍で出撃、道館もこれを引き返して、これを迎え撃ったため、両者は江戸田原で合戦となった。戦いの結果、戸島方は、 大名他数十名が討ち死にし、生き残った安常と他の兵は、百辞以上へと敗走することになった。この戦いについては、道館があらかじめ、エゴ多元付近に副兵を潜ませた上で、少数で、挑発行為を行い、豊島方を平場におびき出したとする説が有力である。練馬城がその後どのようになったかは、明らかとなっていないが、城主の討ち死にや、 重兵の釈磁城への配送により、無人となり、そのまま廃城に至ったものとも考えられている。なお、以前は道館が最初に攻めた城は、平塚城とされていたが、現在は、練馬城とするのが新たな通説となっている。釈磁側の南岸に位置する丘陵を利用して、築かれた城である。城地は、釈磁側に流れ込む湧水が形成した新食国によって、東西を刻まれ、 南北に伸びた絶情の大地を利用している。大地を東西に断ち切る石神井側の旧街をもって、城の北の守りとしており、大地続きの南側を防御正面としていたと推定される。かつては南方の大地付根部分付近に大きな空彫りが存在したともされるが、現存していないため詳細は不明である。東京近郊史跡案内によれば、内閣の規模は、 堀の長さから測って、東西約110メートル、南北約95メートルであったとされる。北東部には75平方メートルほどの平坦部があって、物ラー跡と推定されており、以前には鬼門を守る城山稲荷が建てつられていた。土類の幅は10から15メートルで、高さは約3メートル、土類頂上は通路として利用されていたという。また、南方では、 前出氏の後も確認されている。城は、大田道館との緊張関係が高まる中で、尺字城とともに、大の城として、大掛かりに、像、改築された可能性が高い。遺構は近年まで、若干残されていたが、平成元年のプール施設、ハイドロポリス他の建設により完全に消滅した。ハイドロポリス建設に伴う発掘調査では、最大で、 幅約10メートル、深さ約4メートルの空堀、ドルや跡などが検出され、弾き皿、亀、機種不明品、すり鉢、庭石、ご石と思われるもの、焼けたつぶて、すすのついたつぶてなどが出土している。なお、この道地は大地上にあって、見通しが良いことから、太平洋戦争中は、上司に、練馬館師匠が設置された。 かつては城を囲むように土塁と空堀が築かれていたとされるが、地表に遺構はほとんど残っていない。1979年、道路改修に伴う緊急発掘調査により、南側住宅地内でも空堀の一部が確認されている。園内の城跡は都市定旧石。近年、道館が最初に攻めた豊島方の城が平塚城ではなく、 ネリーマとされるようになったのは、資料の再検討が進んだためである。以前の通説は、大田道勘定と鎌倉大蔵氏の記述を合わせて作られていたが、大蔵氏の豊島間市関連記事については、後年、道勘定を下敷きに、作者本人の解釈や想像、伝え聞きなどを付け加えて書いたものであり、信用性に欠けるとして、現在は大半の歯科が採用していない。 これにより生じた平塚城節否定の主な根拠は以下の通りである。大田道館城では道館が最初に攻めた城については平門城要害となっているだけで、これが平塚城であるとはどこにも記されていない。平門城の城は道館が釈字方向から自軍を追ってきた豊島方に対して馬を返して江戸田原で迎え撃った。 との記述が出てくることを考えれば、石寺城と同方向にある、練馬城とすべきである。弟の平門城は、江戸田原で戦死しているが、平塚城から出撃したとの記述がないにもかかわらず、戦闘に加わっている点を見ても、平門城と重兵は、練馬城より出兵したと見るのが自然である。平塚城近くにある都市ゆかりの寺、清光寺には、同時期、 荒廃していたとの自伝が残されていることからも、豊島一族はその頃すでに拠点の中心を西方に移していたと考えるべきである。同館城には、翌文明10年1月に、影湯西門の城が、平塚と申すところに、大城こしらえと記されており、前年の段階ではまだ、平塚城は戦闘用の城郭ではなかったと考えられる。同館が最初に、 平塚城を攻めているのならば、翌年になって平塚と申すところという、あたかも初めて名前を出すかのような表現をするのは不自然である。道館がエゴタ原活戦後、練馬城を無視して、石寺以上の攻撃に向かったことについても、練馬城主、平門城がエゴタ原で戦死し、豊島方は練馬城の兵も含めてすべて石寺以上へ逃げ込んだため、 と考えれば説明がつく。時間、距離、方向の点で前半と後半の記述が整合しない。道館が最初に攻めた城が平塚城であれば、釈寺城からの救援が到着するまでに道館は江戸城に戻ってしまっているはずである。道館が平塚城から V 字型に進軍するというのも不自然。ありがとうございます。